ちかちゃん家の温泉で、練習後はリラックス。気持ちいいですよね、やっぱり秋の温泉私、自分の家に温泉がある人がいるなんて、東京に住んでた頃には思いもしませんでした。秋葉原の私の家はマンションで、マンションサイズのユニットバスはもちろん必要十分な大きさだったけど、でもこれと比べちゃうとね、絶対に温泉の勝ちです。やだ、なんだかあんまり温泉が気持ちよすぎて、いつもよりはしゃいじゃってるみたい、私。なんだか恥ずかしいな。2学期になって、涼しい秋風が吹くようになってから、私たちアクアのメンバーは最近よく練習の後、こうしてちかちゃんの家の温泉に入りに来てます。あなたも一緒に、いかがですか？